この後もお楽しみにということで、いやー、見逃せないですよこれは、まあ、どんなチームになるのか、はい、そしてやっぱ夏甲子園優勝をちょっと見たいっていうのが私ありますので、いやー、ありますか、今年あるんじゃないかな、なんか今年ありそうだな、ありそうなんですよ、だから春甲子園もしくは夏甲子園優勝どっちかなんかとりあえず見たいなっていう気持ち、まだ夏はないですからね、夏はないです、去年は春甲子園をね小野町が成し遂げましたけど、臭いとこ投げていいから、全然いいから投げた、あっとセーフ、セーフ、はい、それだけで大事件だったからね、そうですよ、うん、ぜひこちらもこれからお楽しみに、うん、お伝えしたのは二里三次所属前本圭介と天海司でした。